今日は本田雄一選手の引退セレモニーが行われるゲーム、引退試合、今日は1番セカンドでスタメンでした。先発は高橋で立ち上がり良かったですね、はい、立ち上がり良かったですね、ストレートうまく使ってましたし、右バッターにもね、インサイドをうまく使ってましたよ ね、秋山、金子裕二、浅村を打ち取って三者凡退に抑えました。さあそして本田の今日大活躍はショートゴロ、まあでもしっかり来てますよね、そうですよね、切れまで全然来てるし、上林はスイングワードの三振、こちらも最高立ち上がり良かったんですけど ね、斉藤弘正も三者凡退に抑えました。2回です。さあ高橋がツーアウトを取った後満塁のピンチ、フォアボールが痛かったです ね、 そして源田が1、2塁間を割っていく、はい、2点タイムリー、ランナー2人がホームに帰ってきました。まあクライマックスに向けて、はい、もし投げるんであれば左バッターをどう対応していくかでしょうね、はい、第4先制するんですが、その直後ランナー2人を置いて西田、第4号スリランホームラン、逆転、はい、一発でひっくり返しましたね、いつもライオンズがやってることですけどね。そうですよね、はい、3回本田がフォアボール塁に出るんですが、盗塁完成をしたんですが、上林デッドボール、まあ、その後満塁からこの柳田のファーストゴロで本田がホームイン、4点目、まあ、斉藤もちょっとこう、はい、制球力っていうのがね、これからの課題でしょう ね、ヒット1本で5点を取るという序盤でした。5回です。2人目武田のピッチング、ちょっとボールは甘いんですけれど、ボール際の力はちょっと出てきてますよ ね、はい、浅村、山川、栗山とここ中軸をしっかり打ち取りました、はい、本田もセカンドゴロをさばいています。6回です。ピッチャー戸上、この戸上から粘ってこの松田がフォアボール、もうやっぱ相性としては良くないのかなっていう、そしてここで福田が見たバントヒット、はい、西田はただここは三振、栗原もセカンドゴロに倒れまして、ここは追加点なりません。まあ、松田が今はしっかり投げてましたよね、はい、ね、7回のライオンズ、ランナー三塁一塁、ピッチャー3人目二歩が上がって、金子裕二のセカンドゴロ、このゲッツーで先ランナーホームに帰って、回を1点返して5対3となります。そして7回裏、これ最終打席になるかなと思ったね、先頭バッター本田がライト線、この打球で2塁、3、2塁とて3塁へ、スリーベース、いやもうベンチも盛り上がっていました、3塁だ。破壊その松本に対して、はい、これグラシアルがよく打ちました。そうですね、すごい調子が落ちてきたんだけにね、良かったですね。第9号6点目、さらにランナー、ライナー、ランナー置いて、アガシのこれがツーランホームラン、第1号、これで8点目、はい、そして回ってきた本田、ここでツーベース、1本余計に打てましたね、はい、そうですね、はい、その後9回は大竹がランナー背負った場面で出たんですが、しっかり抑えて、はい、やっぱり持ち味を、ね、低く投げるっていう、はい、ちょっと秘密兵器じゃもうないんですけど、はいはい、後ろでちょっと投げるかなって感じします ね8対3、ライオンズとホークスが下しています。そしてこの